陸前高田の真ん中の方まで来ましたけど、この辺まで津波来たのか。道がなんかさっきシンボルロードって出てたけど、このシンボル的な意味かな。あれ堤防を全部作り直した、新しく作ったんか。でかいな。道の駅もめちゃくちゃ車多い。あれバイクもか。あれここがゴールか。高田松原津波復興記念公園。道の駅が結構賑わっててよかったな。しかしこう見たら復興とか全然進んでへんよな。なんとも言えんな。来れた感じもするしな。さあこっからちょっと下っていくのは結構道が綺麗に整理されてるっぽいけど、あ、行けるところは普通の道を通ってゆっくりと南に向かっていきましょう。過去の津波浸水区間、ここまで、こんなとこまで来た。普通の海沿いの穏やかな街やのにな。あ、はじめまして、宮城県。来たね、宮城県。青森、秋田、岩手、山形、岩手、宮城、5県目来たか、宮城県。またここから過去の津波浸水区間ということは、ここまで水が来たと。
こんな海から近いのか。気仙沼もよう入手で撮ったもんな。ここまで。ああ、なるほど。花の道45。なかなかいいね、このお花の道。普通に国道を走ってたらちょっと興味がある看板があったので、寄り道を。新しくできた堤防を見てると何とも言えん気持ちになるね。結構車おるな。有名なところ、岩井崎。めっちゃ人いる。じゃあまたコツコツと南下していきましょうか。たまたまなんかどうなんかわからんけど、全然暑さが日本海側と違うな。めっちゃ快適やもんな、この昼過ぎの。秋田走ってる時死にそうやったけどな。海沿いやつってもあっちも海沿いやったしな。メッシュのジャケットを着てるともう暑さのストレスが今ほぼゼロやもんね。止まったらちょっと暑いけど、走ってたらノンストレス、むしろちょっと涼しい。 Z900RS の気温計で28度、秋田の時マックス36度とかあったからね。あくまでちょっと海沿いを走っていこう。大津波水位。なるほどね。こんなとこまで来たということか。木を走ってたらまだちょっと興味をそそる看板があったので、寄り道してきました。神割崎、名称神割崎。神が割った崎。どこ神割崎。Thank you.